それではお時間となりました。ただいまより2021年度ブリーダーズスタリオンステーション下馬合同展示会を開催させていただきます。本日は大変お寒い中、またコロナ感染症がいろいろ騒がれる中、皆様多数お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから新下馬ピエールマンをはじめとした下馬15頭を展示させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず初めに登場しました下馬ピエールマンです。2020年の JRA 最優秀4歳以上5馬に選出され、サラブレッドランキング4歳以上5馬第1位、レーティングは123、ディープインパクトの血を受け継ぐ G1 3勝馬ピエールマンです。父はディープインパクト、母リヌドール、母の父グリーンチューン、2015年生まれの明け5歳、最高は168センチ、脅威188センチ、範囲21センチ、馬体重は現在487キロです。種付け料は受胎条件300万円、切り入り弾特約対象、出生条件300万円ですが、すでにかなりの数のお申し込みをいただいております。本日は管理調教師の手塚先生がお越しになれませんでしたけれども、本場の門出に向けてメッセージを頂戴しております。先生からのコメントですが、私が管理した競走馬の中で群を抜いて風格と馬格があった、雰囲気のあった馬です。勝ったレースから皆さんステイヤーを意識すると思いますが、中距離においてもきちっと折り合い切れ味を発揮するタイプに、天皇賞秋は本当に詳しいレースでした。気象もよく小銃性に優れています。また先日妹のエルグランドールが新馬戦勝ちをしましたが、私が管理したフィエルマンの兄弟は全て新馬勝ちしています。フィエルマンは必ず野生産界において大きく貢献しておくれる証拠になると思います。どうぞフィエルマンをよろしくお願いします。先生から大変力強いメッセージを頂戴いたしました。私の説明より素晴らしいと言いますか、もう話すことはないくらいなんですけれども、簡単にこの馬の成績その他を振り返ってまいりたいと思います。3歳1月の新馬戦、4月の山富士町、いずれも1800m 戦を連勝し、休養を挟んでの第72回一色菊花賞では、直線ロフトランクからスピードを回してでしょう。キャリア4戦での菊制覇は史上初の快挙、ドラフトワンピークグローリーベースラを破りました。軍手失敗した。4歳初戦の AJC カップは2着でしたけれども、その後第159回天皇賞春ではグローリーベースとのグリップランドを首差を抑えて優勝、翌年の天皇賞春ではミッキースワローや奇跡を退けて春天連覇を達成しました。大丈夫だよ、6回まで注意。あれ違う、マスクしないと。去年10月の天皇賞秋では直線10番手から上がり32秒7の鬼足で史上最強牝馬のアーモンドアイルに届くまでに2着になりました。暮れの有馬記念3着で現役を引退しております。通算成績は12戦5勝、2着3回、3着2回、収得賞金は7億926万円余りを獲得いたしました。ディープインパクトの後継賞馬としてはコントレイルに次ぐ G1 3勝の実績を挙げております。また記憶に新しい悪天 2000m ではその優れたスピードと瞬発力を示し、ステイヤーのイメージの強い本馬でありますが、そのスピード瞬発力も屈指のものがありました。 JRA の最優秀4歳以上5馬に選ばれ、これはレーティング124のアーモンドアイズコントレイルにつき第3位、当然コボバでは第1位になります。次は皆様ご存知のディープインパクトも説明することも何もございません。全てが実績は全てを物語っております。
母ルメドールはイタリア陣や右足少将を出場し、フランスの G2 戦も2勝した名品です。母父グリーンチューンは坂の上はニジンスキーノーザンダンサーにつながり、また母系にはクリス・ミキストやリピエなど名馬の血が数多く流れております。重厚なヨーロッパ血脈と素晴らしいスピードのディープインパクトの地の結晶、これがヒエルマンのバックボーンです。3000m 戦3勝の G1 の実力だけではなく、中距離で示した瞬発力とスピード、これらはヒエルマンの、本当に素晴らしい持ち味、遺伝だと思います。また三歳以降も毎年のように G1 を勝ち、年々成長していったこの成長力、これもこのヒエルマンの持ち味ではないかと思います。誇り高く堂々とがヒエルマンバレンティンに応援でおります。皆様に堂々とお勧めできますヒエルマン、どうぞよろしくお願いいたします。金付き料は受胎条件300万円種付きの条件200万円、出生条件300万円です。この機会にフィエルマンどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。優勝馬ジャスタレをご紹介させていただきます。ジャスタレです。父タワツクライ、母シギリ、母の父ワイルアゲイ、2009年生まれのアペイ12歳、発表料は2回長期の3区のダノンザキットが高級ステーキ G1 に優勝し、最優秀2歳5馬に選出されました。本年のクラシック候補、筆頭に躍り出ております。若葉ステーキが大優勝を使うと気を呼んでおりますが、今後の活躍に大きな期待が膨らみます。ジャスタルは先ほどの3区の3区を下していますが、ダノンザキットの他にもアメリカ3冠にも挑戦したマスターフェンサー、こちらはマーキュリーカップ83大賞典など交流重賞3連勝を飾っております。また皐月賞2着、ダービー菊3着の無冠の大器ベロックス、他にもアドマイアジャスタ、エイポス、アウィルアウェイが昨年重賞を制しております。2018年のファーストシーズンチャンピオンサイヤーに輝き、昨年の JRA サイヤーランキングでは16位まで順位を上げております。3区は芝、ダートともに良し、ジャストレイ同様1008から2000円に強いクラシックを狙える芝生を3区と配置しております。ジャスタウェイの現役時代の成績、簡単に振り返れば、天皇賞は安田記念、そしてドバイビューティーフリーの G1 3勝を挙げております。ドバイの 1800m ではレコードタイム1分45秒52を叩き出し、6馬身の圧勝劇を演じました。2014年のワールドサラブレッドランキングでは、堂々単独第1位の130にレイティングされております。世界を制覇したハーツクライの後継として不動の地位を築き、その持ち駒の多さからもさらなる昭和成績のアップが見込めますジャスタウェイ、皆様どうぞよろしくお願いいたします。種付け料は受胎条件300万円クリーン単独約3勝、種への旅のお申し込み皆様から頂戴しております。この機会にジャスタウェイをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
と思う。続きまして、発言は、この春生まれる創業2年目の下馬2頭をご紹介させていただきます。まずはこちら、栗毛の馬体シュバルグランです。父パーツクライ、母ハルーアスイート、母の父マキャベリアン、現在9歳となります。金付料は受胎条件80万円、クリーミタン特約付き、出生条件120万円です。教養初年度は130に迫る配合出馬を集めましたシュバルグラン。現役時代は阪神大賞典、そしてアルゼンチン共和国杯と2勝しました。なんといってもベストパフォーマンスは、5歳秋の第37回ジャパンカップ。逃げ込みを図る北三ブラックをラスト8メートルで捉え、ガーディーバ、レイジオルの追撃も抑えて堂々の優勝を飾りました。芝中距離部門で示した安定したパフォーマンスは、シュバルグランの高い競争能力と体の頑丈さを示すものだと思います。シュバルを含め、この兄弟は注射1本打ったことがないという話を友光先生にお伺いしております。丈夫で健康な身体は確実に今年生まれる東西に承継されることと思います。父、ハーツクライは、先ほど紹介しましたジャストウェイほか多数の活躍場を送る日本競馬界守護馬の至宝でございます。またご存じの通り、姉のイルシーナ、それから妹ビブロスともに G1 に勝っておるという、兄弟揃って超一流。この馬自身の頑強な身体、それから中長距離で示した安定したパフォーマンスは、シュバルグランの魅力の大きなところかと思います。この春東西が続々誕生いたしますが、大変性格的にも真面目で、自分の仕事をしっかりこなす、主体率も高いシュバルグランです。種付け料、据え置きの受胎条件80万円は大変お手頃かと思います。今年も昨年同様引き続き多数のお申し込みいただいておりますが、どうぞこの機会に皆様シュバルグランをどうぞよろしくお願いいたします。受胎条件80万円、出生条件120万円です。ありがとうございました。続いてはアルアインをご紹介させていただきます。こちらアルアインです。父ディープインパクト、母ドバイマジェスティ、母の父エッセンスオブドバイ、現在6歳、羽根付き料は受胎条件120万円、フリーリターン特約対象、出生条件が170万円です。ディープインパクト後継のデュアル G1 ウィーナーアルアインは、ご存知の通り皐月賞、大阪杯と芝 2000m 戦の中距離を2勝しております。皐月賞では後位4番手から鋭く抜け出し、フルキャンナイトを切った差し引きました。初タイム1分57秒8はレースレコード。レイディオロ、ジュアード・リチャード、ウィンフライザーを破って堂々のクラシック制覇を成し遂げました。また5歳春の大阪杯では、直線道から鋭く抜け出して、奇跡、ワグネリアン、若七、ブラストランチが先行し、G1 2勝目を成し遂げております。G1 20分5勝、収束賞金も5億円を数えました。見ての通り、雄大でパワフルな馬脚から繰り出すスピードとレースセンスの良さ、コバになり一段ギアが入った感じの成長力がアルアインの武器です。父はご存知の通りディープインパクト、母ドバイマジェスティはブリーダーズカップフィリー&メアスプリントにも優勝し、アメリカチャンピオンスプリンターに輝きました。アラインの5大決闘表にはクロスがないというのも一つのポイントでございまして、健全なアウトクロスが可能な数を与えるということも最後の際に押さえておきたいポイントかと思います。
種付けも大好きで、昨年は100億100頭を超える支配毛頻度を集めました。この時代にアルアイの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。種付け料受胎条件120万円、出生条件170万円です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、発散区が現1歳、教養3年目の主要はグレーターロンドンをご紹介させていただきます。父はディープインパクト、母ロンドンブリッジ、母の父ドクターデリアス、2012年生まれの9歳です。種付け料は具体条件50万円のフリーリターンの対象、出生条件80万円です。3歳、秋から4歳春まで一気に5連勝を飾り、安田記念では車中門から0秒1差の4着、続く毎日王冠では0秒2差の3着ながら、若引きやワンアンドルンギーらに先着しました。大気の花が開いたのは6歳7月の中京記念、4コーナー11番手から数速を追い込み、マイル1分32秒3のコースレコードで重賞を初制覇しました。全7勝のうちマイルで6勝、上がり3波の最速タイムを8回、32秒台を3回切れてきた強烈なスピードと瞬発力がグレーターロンドンの持ち味です。初年度に誕生しました1頭余りの東大馬、現役1歳ですね、現役1歳プレイヤーに惜しみなくグレーターロンドンの能力が伝わっているものと思います。父はディープインパクト、母のロンドンピッチは桜花賞2着、3区ダイワーズエルシオはオークス馬、そして老いの奇跡は菊花賞馬と、母系の血統背景も大変優秀でございます。瞬発力のスペシャリスト、そして見ての通りしなやかな筋肉と大変クレバーな頭の良い馬、皆様一つどうぞよろしくお願いいたします。種付け料は受胎条件50万円、出生条件50万円です。グレーターロンドン、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。発散期が要注目の賞は他の力士をご紹介させていただきます。他の力士です。父ゴールドアリュール、母他の力士、母の父キンバーカントリー、現在11歳、種付け料は受胎条件150万フリーリターンと対象ですが、現在申し込み多数につき満喫とさせていただいております。本年競馬場デビューを果たす3区コパノリッキー、去年度190頭台、3年目140頭台と多数の配合頻馬を集めました。去年度の血統登録産数138は世界トップです。大変高馬体なのですが、3区も父譲り、父親も素直で、リッキー・タックは市場でも高い評価を受けておりました。私が知る限りトレーニング施設でも順調に調教をこなしており、父同様にダートを主戦場に多数の産地が活躍しているものと思います。ダート主は11勝、振り返れば柏記念3回、レグラリーステークス2回、JBC クラシック2回、岩手マイルチャンピオンシップも2回、そして帝王賞東京大賞典と、あまたのダート G1 を勝っております。父
口ゴールドアリウムは、大都最強守護馬、現役最強のクリソベルグをはじめ成功守護馬も多数配置しておりまして、こちらの人気にかかる期待には大変大きなものがあると思います。そのゴールドアリウムを代表するココノミッキー、本年デビューする3部、今からよろしくも私も大変楽しみにしております。種付けでは現在満喫をしておりますが、もともと大変種付けも上手で、無駄な動きせず、本当にいいな仕事です。状況によっては曖昧なに予定も受け付けていきたいと思いますので、その際はスタジオのホブで直接またお電話をいただければと思います。事態条件150万円のフリーリターン特別対象コバのリッキーを皆様どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。からは再入キューバ2頭をご紹介します。まずは2年ぶりに当スタリオンに帰ってまいりましたアンライバルドでございます。父ネオユニバース、母バレークイーン、母の父はサドラーズウェルズ、影15歳、体高165cm、560kg、 今年度の種付け料はフリーリターン特約付き、出産条件20万円、出生条件30万円です。アンライバルドは2歳から4歳にかけて10戦4勝、1勝目となる新馬戦では年度代表馬ブエナビスタなどそうそうたるメンバーが揃う伝説の新馬戦を制して優勝。その後、若駒ステークス、スプリングステークスを連勝し、さらに圧倒的な瞬発力で皐月賞を制覇、見事クラシックホースに輝きました。アンライバルドの守護馬としてのポテンシャルは非常に高く、初年度3区は血統登録数23頭のうち19頭がデビューし、16頭が勝ち上がり、東京ダービー優勝のバルガスサーレ、ファルコンステークス優勝の東証ドラクタなど優勝勝ち馬を輩出しております。また3世代目も登録数8頭のうち8頭がデビュー、7頭が勝ち上がるという素晴らしい勝ち上がりを見せています。ぜひアンライバルドをご検討くださるようお願いいたします。アンライバルド今年度の種付け料はフリーリターン特約、受胎条件20万円、出生条件30万円です。以上、アンライバルドでした。ありがとうございます。まして、こちらも2年ぶりに帰ってまいりました当選ラーでございます。父ディープインパクト、母プリンセスオリビア、母の父リシウス、13歳、体高163cm、 本年度の種付き量はフリーリターン特約付き、受胎条件50万円、出生条件80万円です。本馬当選ラーは25戦4勝、主な勝ち鞍はマイルチャンピオンシップ、 G2 京都記念、 G3 キサラギ賞です。その他に天皇賞春では2着、菊花賞では3着に入るなど、マイルから長距離までこなし、スピードとスタミナを兼ね揃えた活躍を見せました。初年度3区血統登録数27頭と少ない中からプリンシパルステークスを無敗で制したザダル、
ベド短距離ステージを勝ち、G3 京阪杯で2着に入ったアイラブテーラーなど2頭のオープン馬を輩出しております。本馬の兄フラワーアリーはアイルハバーナザーの父、限定スピルバーグは天皇賞秋の勝ち馬ですので、母系の優秀さも魅力の一つです。当選ら本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件50万円、出生条件80万円です。ぜひ当選欄をご検討ください。よろしくお願いします。以上、当選欄でした。ありがとうございました。続きまして、昨年初年度3区がデビューを迎えた3頭をご紹介してまいります。まずはダノンシャークでございます。父ディープインパクト、母カーラパワー、母の父カーリア、13歳、体高162センチメートル。本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件30万円、出生条件50万円です。本馬ダノンシャークは2歳から8歳にかけ常に一戦級で戦い続け、39戦7勝マイルチャンピオンシップ富士ステークス京都金杯を制するなど、マイルを中心に素晴らしいスピードを見せ活躍しました。昨年初年度3区がデビューし、中央では大気ドミニオンがダートで勝ち上がり、地方ではシャークスポットが北海道重賞サンライズカップで3着に入る活躍を見せ、まずはダートで適性を見せているようです。父のスピード能力の高さと伸びのある柔らかい歩様から、今後3区の芝での活躍も大いに期待できます。ダノンシャーク本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件30万円、出生条件50万円です。以上ダノンシャークでした。ありがとうございました。続きましてラブリーデーでございます。父キングカメハメハ、母ポップコーンジャズ、母の父はダンスインザダーク、11歳、体高162センチメートル。本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件120万円、出生条件170万円です。ラブリーデーは2歳から6歳にかけて33戦9勝、2歳児から1戦級で活躍を見せていましたが、特に5歳児は宝塚記念、天皇賞秋など G1 2勝を含む重賞6勝を挙げる爆発的な活躍を見せ、最優秀4歳以上5馬に輝いております。昨年初年度3区がデビューし、中央では6頭が勝ち上がり、うち3頭が新馬勝ち。また今年1月にはロンギングバースが特別を勝ち上がるなど、上々の活躍を見せています。ラブリーデー自身が晩成型でしたので、2歳児の3区の活躍はまだまだ序の口。今後成長するにつれて G1 級の大物が出てくるはずです。受胎率も良く、種付けもスムーズにこなすラブリーデー。本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件120万円、出生条件170万円です。ぜひラブリーデーをご検討ください。よろしくお願いいたします。
上、ラブリーデーでした。ありがとうございます。ましてご紹介しますのはリオンディーズです。父キングカメハメハ、母シーザリオ、母の父スペシャルウィーク、8歳、体高167センチメートル、本年度の種付け量はフリーリターン特約付き、具体条件300万円ですが、本年は満口とさせていただいております。本場リオンディーズは5戦2勝、新馬勝ちを収めた後わずか2戦目で G1 朝日杯フューチュリスキーステークスを制し、まさに天才的な能力を持った馬です。守護馬入り当初から大きな期待を寄せていましたが、昨年初年度3区がデビューすると、中央では現在までに16頭が勝ち上がり、うち8頭が新馬勝ち、昨年の JRA ファーストリーディングタイガーランキング3位、見事期待に応える活躍を見せています。芝でのスピードはもちろん、ダートでも新馬勝ちが2頭、3区たちは幅広い適性を見せ、見事天才の血を受け継いでおります。今後重賞また G1 での高いレベルでの産駒の活躍も大いに期待できます。リオンディーズ本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、具体条件300万円とさせていただいておりますが、本年は産駒とさせていただいております。以上リオンディーズでした。ありがとうございます。一番をご紹介してまいります。はい、続きましてのはベルシャザールでございます。父キングカメハメハ、母マルカキャンディ、母の父サンデーサイレンス、13歳、体高168センチメートル、本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、主体条件30万円、出生条件50万円です。本馬ベルシャザールは18戦6勝、主な勝ち倉は G1 ジャパンカップダート、 G3 武蔵野ステークス、2013年の最優秀ダートホースに輝いております。その他に日本ダービー3着、スプリングステークス2着など芝のレースでも活躍を見せてくれました。2世代目産駒は地方競馬で重賞を4勝、3世代目も2勝を挙げ、2019年には地方競馬総合ランキング6位となり、また中央でも今年に入りソルトイブキが特別勝ちを収めるなど安定した活躍を見せております。活躍の場は芝の 1000m からダートの 2100m まで幅広い適性を見せており、今後の産駒の活躍もますます目が離せません。ベルシャザール本年度の種付け料はフリーリターン特約付き、受胎条件30万円、出生条件50万円です。ぜひベルシャザールをご検討ください。よろしくお願いいたします。以上、ベルシャザールでした。ありがとうございました。はい、当店時代も残り3頭です。
続いて登場しますのはトロフィーリターンです。トロフィーリターン、現在15歳になります。父がシンボリクリスです。母コートアウト、母の父スマートストライク。種付け料は辞退条件80万円、出生条件120万円です。昨年3区のフィースリターンが貴重ステークスに勝ち、惜しくも新山記念2着、アーリントンカップ3着、なんとか重賞のタイトル取りたかったところですが、他にも地方東海コスモス賞勝ちのジェシー・ジェニーや、準オープンで活躍中のキーフラッシュなど、多数の3区が中央地方で活躍中です。3区は仕上がりが早く2歳から活躍し、距離はストロングリターン同様10002から10004あたりを得意としております。まだ残念ながら大物は出しておりませんが、アベレージもよくコンスタントな活躍を見せております。父シンボリクリスエスは、私どものスタレーニングも共有しておりましたが、残念ながら昨年、亡くなって、しまいました。ただルヴァンスレーヴなどをはじめ多数の活躍馬を送り出しておりまして、ストロングリターンにもぜひともシンボリクリスエスの後継としてサンデー、そして金冠の競馬の地を持たないという利点も生かして配合牝馬をさらに増やしてほしいと思っております。2018年には自己最多の147頭の牝馬に配合しまして、本年それらの産区が明け2歳107頭の登録産数を数えております。多数産区に出走しますので、子どもたちのさらなる活躍に期待するとともに、この機会にまた皆様ストロングリターンをどうぞよろしくお願いしたいと思っております。種付け料は受胎条件80万円、出走条件120万円です。以上、ストロングリターンの展示を終了させていただきます。ありがとうございました。ディープインパクト初年度ダービーウィーナーであります、ディープブリザンテをご紹介させていただきます。父はディープインパクト、母ラブ&ダウルス、母の父ミスバージュ、現在12歳となりますディープインパクト。種付け料は辞退条件50万円のフリーリターンと逆対象、出生条件80万円です。私が申し上げたものなんですが、現在現役中央でもモスレードが日経新春杯に勝ち、ラピタスはダートの滝つばた記念黒船賞に入賞、年明けのニューイヤーカップに勝ったリッキーブリザンテ、それからラジオ日経賞などに勝ち、通算成績は7戦5勝、出走できれば重賞勝ち負けというセダブリランです。これが現役多数のオープン馬を送り出す中で、ディープブリランテ種付け料は大変お手頃な具体条件50万円です。ディープブリランテの成績紐解きますと、2歳戦で東京スポーツ界ではジャスタウェイを子供扱い、そして日本ダービーでは2年目のワールドエースゴールドフィンガーを早く優勝するなど、そのポテンシャルは非常に高いものがございます。生産原価を抑えて強い馬を作る、ぜひこのディープブリランテ配合検討の一頭に加えていただきたいなと思っております。種付け料は辞退条件50万円、出生条件80万円です。
りがって、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。最後になります、最後に登場する種目はブラックタイドです。後継の北山ブラックがいよいよ競馬場デビューを果たします。ブラックタイドです。血統は言うまでもなくインテンパクトのドリアニということです。母がインドリに派兵をすることになります。羽根企業は本年受胎条件200万円のフリーリターン特別対象、出生条件が300万円です。ブラックタイド、最近は、タマノエスプレッソがこのまま2歳の重賞も勝ったのですけれども、昨年障害重賞を2勝しまして、京都ジャンプステークスでは50協賛を破ってしまうという快挙を達成しました。その他、今オープンではフィードバック、フェルトベルク、西洋ピックリなどが活躍し、2020年のタイヤランキングでは平田地区では現役3位、総合で第19位にランクされております。中継の北山ブラックがジャンプデビューをするということで、私どもとしましてもさらにブラックタイドの血統を伸ばしていただきたいということで、北山ブラックの3区の活躍に大いに注目しているところです。障害力2歳戦から活躍し、3歳、4歳、小馬になってもタフに活躍するブラックタイド、さらにこの地を今後もぜひ生かしていきたいなと思っております。ブラックタイドは昨年が73頭に後輩しました。まだまだ若々しい話題を持っております。お送りしました小馬ディープインパクトの全員兄として、さらにまだまだ現役で頑張ってほしいなと私も思っております。風がなかった。加熱量は自体条件200万円、出生条件300万円です。ブラックタイド、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上で15頭の種は展示終了させていただきます。